こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、ロージアベノの、ライブの、話を語った後に、もう一本撮ってますが、ですね、先ほども言いましたように、今日はこの録画してる、時間は、ちょっと待ってくださいね。なぜかこてつがやってきました。珍しいです。今日はね、19日月曜日です。で、18日はね、ちょっとスタジオに入ってきました。なんと総楽団のスタジオに入ったんですが、6月25日はマサさんが欠席なので、ボブさんと二人でやるにはさすがにね、二人やとちょっと一人分足りひんかなっていうので、菅井さんが立候補してくれて、菅井さんがベースを弾きます。ということで、今回の三人でやるなんと総楽団ですが、ギターが俺で、ベースが菅井さんです。まあ、ちょっとまた変わった、編成でやりますけれども。まあ、いつも言ってるようにね、奈良を愛する気持ちがあれば、なんと総楽団なので、都合が悪い時は、違う人に入ってもらって、まあ、それでもライブをしようかと、思っております。まあ、思ったよりね、いい感じだったんですけど、まあ、何せもう来週、そのまま本番ということになりますんでね。はい。どうなるかちょっとわからないんですが、まあ、いつもと違うレアなライブが見れることは間違いありませんので、天の御演奏会、楽しみにしておいてほしいなと思います。はい。俺がね、ギターソロ弾かないといけないのでね。まあ、いいんですけども、ちょっとね、ちゃんと考える余裕がないので、もう、なんちゃっての、アドリブで、弾いてしまうのかなと思うんですけども、まだ何日かありますので、ちょっと、練っていきたいなとは思います。はい。昨日はね、珍しくね、レスポール持って行ったんですけどね、レスポールの太い音で結構ギュンギュンに歪ました感じでやったら気持ちよかったので、そんな感じで行きたいと思います。なおかつ、いつもよりはたくさんエフェクターを踏もうかと思ってますので、これもちょっと違う日月真嗣が見れるんではないかなと思いますんでね。ボムさんはいつも通りです。ボムさんと俺の歌は、まあ、多分いつも通り行くと思いますんで。あとはベースが菅井さん。で、ギターが、俺の、ちょっといつもと違う感じでね、やります。でも菅井さんもね、結構ベースのフレーズいろいろ考えてきてくれたんでね、ほんまに助かるなと思って。はい。本当にね、楽しみな感じではあるんですけどね。本当に、やる俺自身が楽しみなライブです。ついでに電脳原作会、宣伝しておきますと、今回出演はね、一番目に、日月真嗣、俺が弾き語りで、登場します。その次はね、チープスさんやって、次はケセチ。それで、なんと総楽団をやって、それで最後に森アンキスで締めてもらおうと、思ってます。まあ、今回はね、鳥は、ベテラン、森アンキス、名優、森アンキスに、譲ろうと思いますので、そんな感じでね、楽しくやっていきたいなと思います。6月25日、日曜日、いつものように、3時からスタートします。見に来る人はね、2時半からオープンしますから、2時半過ぎに、来てほしいなと思います。はい、次も電脳幻想会、非常に楽しみな内容になってますので、ぜひ、ご覧ください。ということで、珍しく、こてつも応援で膝の上乗ってます。はい、ということで、今日はこの辺で、バイバイ。